うわ、すげえ歩きやすいな。めちゃくちゃ歩きやすいじゃん。かっこいい道だな。止まらない。いや、テロテロだな。ここでもまあまあ釣れそう。ゴミっぽいな。でもな、あまりにもだな。ここ10メーターラインから10メーターラインからずーっと、よいしょ、こっからここに、これ全部ゴミなわけねえよな。こんなにゴミある。木があんのかな。結構動いてるからな、魚だと思うんだけど。この上のここはなんかちょっと気になるな。これなんだろう。あ、ちょっと動いた。魚かこれ。これ上のが全部魚で浮いてるんだとして、日中に下がってこないかな、これ。こう。わからんな。ちょっとここでやってみるか。今年購入した。よいしょ。お乳のテント。うまく開けるかな。まずそこから。何には映ってるな。よしと。風がある。ちょっと風が吹いただけでテント飛ぶぞこれ。乗せるもんもないし。あ、やばいやばい。待て、よいしょ。で、これか。これを入れるの、ここに。
旅行した。あればな、ペングチちょっとケチるんだけど、よいしょ、完成。疲れた、ほんと雪がないね。いやすごい、前に使ってたテントより中は広いです。一人で使うのも十分だね。贅沢だ。レギュラーだけど十分だわ。あれあれ、よいしょ、ようやく釣りの準備だ。ようやく釣りの準備だ。はい、釣り屋さんがこれ、ウジ虫ですね。頑張って動いてるわ。よしっと、本日ダイエット初入れてすぐ、入れてすぐ来てくれ。ほいっと、さてどうかな。よし、来た。すごい音がうるさい。音がうるさいけど、よいしょ、一番上だ。よっしゃ、本日一匹目、ワカサギやった。今5匹。思ったより来ないな。ということでティータイムですね。いや、魚さんの方はすげえ出てるんだけど、まだそんなに食ってこないですね。時間帯で食ってくるのか。よいしょ、それとももう最後までこういう感じなのか。
ったら飯にしよう。飯ボコボコになっちゃってる。大丈夫だ、これ穴開いてないよね。白菜を下に敷く。戻しいたけ、2回分ある。凍ってるもしかしてこれ。凍ってねえか。この肉凍ってねえか。凍ってるだろこれ。そして肉多いな。我ながら肉が多いな。でほとんど肉で占領されるんだよこれ。よいしょ。で火にかけるんだけれども、ここに焼きのタレ、ストレート、ストレートのすき焼きのタレ、よいしょ。タレ足りるかこれ。半分入れてみるか。タレの色が濃いな。ていうか、すげえ粒だくになっちゃった。肉は食える。皿がなかったんで、豆腐の。贅沢に肉からいきますか。ちょっと軽く強いな。軽く強い。せっかくだからちょっと盛ろうか。はい。おお、卵がないのが残念ですけど、いただきます。こんにゃく、うまいね。あー、あったまる。ごめん。
うん、うまいわ。うん、あ、うん、しいたけうま。うん、回った。そしてここにうどん、すき焼きうどん、すき焼き肉うどん、すき焼きうどん、いただきます。うん、うん、うん、24匹ね。30、まあ30釣れれば一食分にはなるかな。家族の、ふう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 、あー、やったっけ。あー、来た来た、ようやく来たよ。あ、結構肩がいいな。
あれあーバレた。なんだよもう、いきなりガクンとくんなよ。ダメ、よし、いた。あ、いたいた。いや、一匹釣んのよ、ほんと。何分かかんだろうな。あ、餌取れた。30乗った。よいしょ。左が入れ食いだな。また来るかな。着底して糸吹け取って、その辺りが右に来てる。よいしょ。右にも来てる。ダボヒットだ。左が早い。右は動いた。よし。よいしょ。よいしょ。いいね、調子が出てきたぞ。あ。今年も綺麗な。綺麗なワカサギだね。ほい、君の一匹で40。いいね。30から40は早かったな。早かったって、早いな、ペースが。ほぼ入れ食いだ。よっしゃ、来たか。右が来ねえな。なんでだろう。よいしょ。まずまず。あれ、まずまずサイズ。よし、40。よいしょ。50いけるかな。はい、これが50匹目。すごいな、9時過ぎたっけ、ペースアップだな。その前はひどかったな、ほんと。今誘えば来るもんな。旅館の反応はあんまり、そこの方にジャブジャッとしかないけど、入れて誘えば当たりが来るみたいな感じ。来ないときは来ないんだけど。なんか来た。なんかでかいの来た。なんかでかいの来た。なんかでかいの来たぞ。まだバレてない。バレてない。頑張れ電気師。これが終わったら電池交換してやる。ヒメマスだ。ちょっと待って。よいしょ、やった。ヒメマス釣れた。あー、待て。ヒメだよな。サクラマスじゃないよ。綺麗だね。やった。唐揚げだ、唐揚げ。と一匹で60。これで60釣れればだけど。あ、やばい、電池変えるの忘れてた。電池変えるつもりだったけど忘れてた。
まだ動くからいいよ、電池は。よっしゃ、来た。落としてすぐじゃないか。よいしょ。重っ。ダブルかな。この重さは一級じゃないぞ。トリプルだった、トリプルだった、ダブルじゃなかった、トリプルでした。あと1匹で80。いやー、こんなに釣れると思わなかったな、今日。30釣れればいいかなって感じのスタートでしたけど。お、なんか重いぞ。電池が弱いか。ダブルだ、ダボ。そして右も、右も一匹。よし、今88。これが上がれば、あれ、あれ、89。次で90だ。よいしょ、もう当たってる、当たってる、当たってる、当たってる。当たってたのに縮小。よっしゃ、来た。よっしゃ、お、ダブル。すごいな。さっきからダブルとかトリプルとか。節目で。節目、節目で。日中こんな釣れるか。よいしょ、ほい。よし、ドライ、行きました。あ、あー、もう一匹。もう一匹。あ、ダブルだったけど。逃げられた。よいしょ、ダブル。ダブルまだ来た。これで99だ。よし、来た。お、重い。よっしゃ。来ました。今年あれだな。モロコが釣れないな、そういえば。まだモロコゼロだな。モロコしか釣れない時もあったりしたんだけど。よし、100釣ったぞ。とりあえず今日の目標、目標以上に釣ったな。128、130もうちょい。よし、来た。130、150はいけるかな。あ、ちょ。よしと、しかもダブルだった。おまけ付きだった。これで149、あと1匹で150。来たかな。よっしゃ、150。178。よっしゃ、これで198の199。よし、あと
ただ1匹で200だ。大台乗ると、来たかな。だ。よし、200。何匹釣るかな。本日の釣果、ね、あ、ちょっと待って、誰来てんじゃん。あ、残念、当たりだけだった。本日の釣果はこれですね。223と決めます、1匹。まあでも面白かったですね。こんな釣れると思わなかったな、最初は。今日はもうダメだろうと思ってたんですが、面白かった。あとは一回ね、すごい引きがあったんですけど、仕掛け切られちゃったんで、はい、あれ多分日本中クラスの桜マスじゃないかなと思うんですけど、へえ、ほんとね、残念でしたね。まあまたいろいろと次リベンジしたいと思います。でもな、今日はな、すき焼きもうまかったし、若さがにも釣れたんで良かったんじゃないでしょうか。はい。いやー、疲れた、腰が痛い。でも面白かった。